台南語クバリの神々島からおはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカッチャッタの担当ガイドのカルちゃんでございます。今日ですね、カルちゃんの仕事はまたクタ地区にあるアリアトゥタホテルに泊まっているお客さんを迎えに行きます。今のお客さんはバリ島で最後の日なので、まあ空港に行きます。しかし空港に行く前にちょっとだけクタの市内観光に行きたいと思って、まあいろいろ動画を見せてあげたいですので、最後までこの動画を見てください。バリ旅行をしたい方はどうぞドイバリカッチャッタをご利用してください。ご連絡先はこの下の概要欄をチェックしてください。忘れないようにドイバリチャンネルを登録してください。これからカルちゃんの仕事を頑張ります。ホテルまで車でだいたい15分ぐらいかかります。昼間のバリの雰囲気はこんな感じです。はい、そろそろホテルに着きます。今のお客さんは最後の日で、日本に帰ります。ドイバリカッチャッタは観光の車だけではなく、うちの会社で送迎もあります。例えばここからホテルまで、ホテルからここまで、ホテルの移動もできます。だからバリ旅行をしたい方はどうぞドイバリカッチャッタをご利用してください。ご連絡先はどうぞこの下の概要欄をチェックしてください。はい、このエリアはお客さんのホテルで、クタ地区にあります。はい、ホテルのロビーの方に行きます。今のお客さんの出発時間は12時半で、まあ15分待ち時間がありますので、今ロビーの方に行きます。ホテルのロビーの雰囲気はこんな感じです。まあお客さんがまだ少ない、まだいないから、このソファーで待ちながらカルちゃんも休憩します。はい、こんにちは。もう最後の日ですね。そう、ホテルのチェックアウトの部屋は大丈夫ですか？まだですか？はい。そうすると安全金庫に預けた貴重品は全部大丈夫ですか？一番大事はおパスポート。部屋の中にある忘れ物はないよ、気をつけてね。トランクだけまだですね。Legitnya di luar apa di sana? Oke。あ、取りたいものがまだありますか？はい、ちょっと待ってください。2時半ぐらいですね、はい、待ち合わせで1時間半だから、アイスメニャクスケは向こうの方ですよ。はい、どうぞお元気で、気をつけてね。はい。今のお客さんは、セミナクのエリアにもう散策したいです。途中で車降りて、後で墨田区スキアに待ち合わせです。墨田区の雰囲気はこんな感じです。昼間めっちゃ暑いですよ。今のお客さんは墨田区のエリアで1時間半ぐらい散策したいですので、後で待ち合わせはこのエリアです。このエリアは墨田区地区のエリアです。今の私のお客さんは、墨田区地区に散策してからお腹がついてきました。今梨チャンプル食べたいで、梨チャンプルはどんな感じかどうぞ見てください。梨チャンプルです。どうぞ食べてみてください。何を飲みたいですか？冷たい水だけ？何ですか？1本だけですね。aku es teh satu pak ya? Ya, es teh. Ya, nggak es teh dikit. Tehnya satu. Ya, jangan manis ya. Kasih gelas. Hai dozo. Tabete mete kudasai.昼ご飯が終わってから今のお客さんは1時間バリニスマッサージをやりたいで、クプクプエステというジンバラン地区にあります。はい、エステの中に入りましょう。エステの中でいろいろメニューがありますので、日本語の説明書もあります。エステの雰囲気はこんな感じです。ちょっと部屋の中に入ってはいけませんので、今エステやるお客さんがいっぱいいるんですので。外からエステの雰囲気はこんな感じです。めっちゃ綺麗です。バリ島に来たらぜひバリのマッサージをやってみてください。エステが終わってからここ行く前にもう一つ夕日を見たいですので、このレストランはジンバラン地区です。このレストランで食べなくても飲むだけいいですよ。このレストランはバーベキューのレストランです。ジンバランビーチで夕日がこんな感じです。残念、雲が少しありますけど夕日がちょっとだけ見えます。あちらの方に夕日です。まあまあお客さんもいっぱい来てますよ。はい、南国バリの神島から、おはよう、こんにちは、こんばんは。ドイバリカッチャッタのカルちゃんでございます。今回ですね、カルちゃんの仕事がもう終わりました。今無事にレンパーさんのここに着きました。半日観光なんですけど、いろいろ回りましたね。墨田区で散策もできた、1時間マッサージもできた、もう夕日見ながらビールも飲んで、もうどうですか？楽しかったですか？はい、ドイバリカッチャッタの観光ガイドも大丈夫ですか？はい、カルちゃん最高。楽しかったですか？はい、ドイバリカッチャッタご参加いただきまして、ありがとうございました。日本まで頑張らなくて働いてお金を貯めてまたバイトに来てくださいね。はい、忘れないようにドイバリチャンネルを登録してください。バリ了解をしたい方はどうぞドイバリカッチャッタをご利用してください。ご連絡先はこの下で概要欄をチェックしてください。僕たちはバリで一番人気、ナンバーワン観光のガイドで、ご連絡はお待ちしております。バイバイ。はい、ありがとうございました。